知事の頭はおなじみ意味で知事大作戦ですね、はい、前半戦を行きましょうね、茨城県板子町ペンネーム澤戸義岡君澤吉中日ドラゴンズのソン・ドンヨル投手と対戦したバッターが思ったことをベストです、ね、第3位早い早い、ね、素晴らしいらしいですよ、はいよね、2位バットを狙えば外さないコントロールがいいという中日ドラゴンズのソン・ドンヨル投手と対戦したバッターが思ったこと第1位は丸い顔の人がいる丸いんだよ本当ね丸くて可愛らしい赤ちゃんみたいな顔してるんですよねあの人あれ似てるよねあの元誰か似てるなと思ったのねヒップアップのね川上君だあー似てるねえ、うん、あコロだよコロほわマキの師いやね、宮川氏、元田剛君。元剛またプロ野球です、うん。プロ野球選手のテーマ曲以来、うん、中日のソン・ドンヨル投手。丸い顔の人がいる。横浜の駒田投手。長い顔が馬だから。巨人の長嶋一茂投手、選手。ちょっとひどい。ちょっとひどいよね。横浜市、飯島直樹君。いいな7オクターブの声を持つマライア・キャリーに歌ってほしい日本の歌、ベスト3です。第3位。忘れられないんだ、お前の。あ、なるほど。これもともと外国の曲だからね。そうね。歌ってほしい。歌ったらかっこいいと思うよ。かっこいいね、これ、うん。いいね。うん。マライア・キャリーに歌ってほしい日本の歌に。あなたの住む街まで。アテンション、プリーズ。きっとね、今のマライア・キャリーの勢いだったらこれもヒットします。これもちゃんと音程確かに歌いますね。あなたの住む町までアテンションプリーズでしょ。そう、ね、このプリーズとか野崎さんはちょっと苦手なんですよ。そう、ピアノで出せない音を出し難しいでもピアノで出せない音を出せるから人間の声はいいんですよ、ね、そうです無段階なんですよ。この間テレビでね、武田邦子さんもピアノで出せない音を出してましたマラエキャリーに歌ってほしい日本の歌1位。どうぞ沿わせておくれやすこれは軽々出すでしょ。これはこれ上げましょうか。7オクターブなんて高い方行くとさ、本当鳥の声みたいだね。これね、我々こうちょっと聞き取るんじゃない、低い音なんて。そうそう、すごいよね、大したもんです。上げましょうね、これ。はい、台東区内田君也君、うん、内君将棋の駒が思っていることベスト3です。第3位、歩が動くときに思っていること。一日一歩三日で三歩風きれい。2位、飛車が動くときに思っていること。そっと電速力だ。すごいもんな、動きだ。飛車の動きは。将棋の駒が思っていること。1位、駒が裏返るときに思っていること。ならずにいられよ、白いんだよ。いいですね、ルールは。面白い。さあ、ということで、あげましょう。あげましょう。ひとまず CM、CM 明けも引き続き、チーリオです。木曜アップス、小崎んで、わお来てみましょう。こんなものが送られてきました。ここ、これは、ここ、ほら。